改めましてこんにちは、秋野香織です。今週は区内で活動しているサークルをご紹介します。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの新宮志保です。区内では様々な団体が毎日活動をしています。今回は日本橋社会教育会館で活動しているこちらの団体をご紹介します。皆さんこんにちは。私たちはメルコレディフルート愛好会です。まずは1曲お聴きください。もみじ。それではまずはじめにメルコレディフルート愛好会森永美佐夫会長にお話を伺います。森永さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこのサークル活動練習前のこの音楽室にお邪魔しております。はい、ここからお話を伺いたいと思います。はい、まずこちらのサークル立ち上げはいつになるんですか？そうですね、2001年の2月です。18年17年前ですかね。うん、はい、立ち上げたきっかけを教えてください。きっかけはですね、仕事を得た後、自由に、こう音を出したい、フルートの練習をしたいということで、まあ、そういう仲間が数名いまして、場所が、ね、なかなかないんですよね。安く自由に練習会場がないということで、ようやくここに中国日本橋社会教育会館に団体登録すればそういう機会があるというところを我々見つけました。2001年ですね。はい、立ち上げたということで。はい、まあ、仕事 の、まあ、気分転換にということだったということですよね。そうですね、一番の目的というか、やはり仕事を終えて、仕事の職場を離れ、仕事の仲間と全く関係のないこのいろんな方の、ね、音楽が好きという、フルート音楽が好きという唯一の共通点で集まる人たちとこうストレス解消、気分転換ということでやりましょうということになりました。またなぜフルートなんでしょうか？そうですね、まあ、私の場合は音楽の楽器の経験はなかったんですけれども。未経験だったんですか？未経験だったんですけど、まあ、たまたま演奏会なんか聞き入って、はい、でフルートの、ね、ソロのプロの方が来て、素晴らしい音色だなと、なんかうっとりするなと、自分もこういうふうに、演奏できたらいいなと思って、はい、でトライしたいんですけどね。へその音色の美しさに惹かれたのがきっかけで。そうです。はい、でもそれまで楽器音楽未経験で、はい、フルートというとかなり難しそうなイメージがありますが。そうですね、たまたま家庭の方に義理の姉が学生時代ちょっとやってたということで、フルートが楽器があったもんですから、ね。うん、で、まあ、タイミング良かったかな、ちょっとお借りしてと。
この、サークルについてもここからお話を伺いたいと思います、はいはい、現在のメンバーは何人ぐらいで活動していらっしゃるんですか？今12名ですかね。12名、はい、どのくらいの頻度で皆さん練習していらっしゃるんでしょう？だいたい月に2回、金曜日の夕方、だいたいこの時間ですね、まあ、金曜日の夕方からというと練習後の活動なんかも、はい、やってらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、活動でもないですけどね反省会という名目で、近場のところにちょっとこう喉を潤しに行ってそうですよね、はい、やはりこう会社とは皆さん関係ないところでこういった活動サークル活動に参加することでまた別の輪が生まれると。そうですね、皆さんやはり職場を離れてあるいは家庭実生活を離れた不連続の世界の中にいる楽しさというのを味わってるんじゃないかと思うんですけどね、うん、今のお話を聞いておそらくこれから私も参加してみたいわという方増えるかなと思います。ぜひお待ちしてますよ、はい、できるところで自分の楽しみたいようにやりましょうというのが我々の基本になりますので、まずは楽器を持って見学においてください。お待ちしております。ここまでのお話、メルコレディフルート愛好会会長の森永美沙夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしております。それではここからフルート講師の金子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。まずはこのメルコレディフルート愛好会の皆さんの活動の様子ご覧になっててどうですか？そうですね、皆さんとにかく楽しそうに吹いてるのがすごく印象的です、うん、初心者の方も多いということですか、はい、どうでしょうか。そういった方々がこう難しさとかも感じてらっしゃるということもありましたけど。そうですね、でも最初に基礎練習から始めてその初心者の方でもこう入りやすいようにその基礎を曲につなげてっていうのをちょっと工夫しながら私もやってみているので、はい、これまで皆さんの発表会の様子なんかを見ていらっしゃると思いますが、はい、印象的だった曲出来事何かありますか？そうですね、皆さんお仕事してる中で時間を作られて練習をしていらっしゃると思うんですけども、その時間がない中でもその本番の集中力っていうのがすごくあるなっていうふうに感じて、うまくいってなかったところでも本番になるとみんなガッとこう頑張ってスムーズにいったりするところが結構あるので、はい、皆さんの力はすごいなっていうふうに思います。すごいですね、はい、ここまでのお話講師の金子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いてメンバーの竹村さんにお話伺います、はい、こんばんは。あ、どうもこんばんは。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。竹村さんはこのサークルに入って何年目になるんですか？よく覚えてないんですけど、だいたい多分 7,8 年かなと思います、はい、7,8 年、はい、加入のきっかけは？たまたままあその頃築地に事務所がありまして、で以前からまあフルート吹いてたんですけども、ちょっとしばらく忙しくなってね吹けなかったんですね。で、まあ、どっか近場でお気楽に吹けるとこないかなと思って探してました。たまたまこちらのメルコレディというのがヒットしまして、でその頃の代表の方に電話して、ちょっととりあえずまあ見学させてください、どんなとこわからんから見学行きますと言ったら、そのままズルズルっと入ってしまったみたいなそれで早 7,8 年そうですね、はい、経っていると。最初このスタジオにやってきた印象は、サークルの印象はどうでしたか？大体フルートっていうと皆さん思われると、大体若い女性、お上品な女性多いかなっていうイメージだと思うんですね、まあ、演奏会のね演奏と、はい、映像とか見てるとそうかもしれません、はい、いやそうしましたね。そうドア開けた瞬間にね、なんか全然違いましてまあね、ある意味同世代の皆さんとかそうです、はい、あとやっぱここ男性多いんですよ。いや、いいじゃないですか。おっさんばかりだとまあ、ただこう大人の部活のような感じで。そうですね、うん、でまあその分そのこれ終わってからね、反省会をすると、はい、今日の練習だったみたいな話をしながらという、ね、これが楽しみというのもありますんで、ね、ちょっと反省会の話になると目がキラキラと輝きましたが、 そちらも楽しみの一つ。そうですね、はい、そうですか皆さんサークルの活動本当に楽しまれている様子かと思いますが、はい、まあ、フルートはもちろん中央区にはさまざまなサークルがありますが、はい、この竹村さんも参加している中央区のサークルの楽しさ、それから魅力をぜひ教えていただけませんか？はい、そうですね、やっぱ学校卒業して働き出して、とそうするとどん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 普通の人ですと会社の中の関係、仕事の中の関係になってしまうんですね、どうしても付き合う範囲がね。そういう意味ではこういうところで全く全然違う業界の人たちで、年齢も性別ももう点々バラバラの人たちが集まれるというのはね、非常に面白いですよね、
はい、それはとても私自身も話してて刺激になることがありますし、特にメルコレディってこの団体は割と日本に在住の、海外の方もいらっしゃるんで、メンバーで、面白いですよ。楽しい活動になっているということで、はい、分かりました。では竹村さん、これからもサークル活動楽しんでくださいね。はいはい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。それでは続いてメンバーの藤原さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこのサークルに入って何年目になりますか？7年ぐらいですね。7年。はい。サークルに加入したきっかけを教えてください。きっかけはね、この近くに勤めてたんですけど、はい、似顔絵教室というのがここであって、うん、でそこに来てた時に掲示板にフルートのアンサンブルの団体があるというのを見て、はい、それで入ってみようと思って電話して入ったような感じですけどね。似顔絵教室ですか？そうです、似顔絵教室ですね。いろんなね教室がここにあったんで、はい、それはよく入ってたんですよ。今までこうやってきた習い事の数ってどのくらいか覚えてます？10以上。あ、そんなもんじゃ聞かないですね。100ぐらいあるんじゃないですか？あ、そうですか。うん、速読とかもやったし、うん、いろいろ油絵、水彩画もう全部やってるので、こうそこまで自分をこう動かすものっていうのは何かあるんですか？なんかね、習い事好きなんですよ私。まず好きと、うん、そうなんですよ、うん、なんか小学生がよく習ってるじゃないですか、はいはい、あのまま大人になってるみたいな。カルチャーおじさんとかで自分でも言ってましたからね。会社でもね、いい名前ですね。だから会社からも解放されたので、はい、うん、今年定年退職して、あ、まあ、そういう意味ではこれからますます好きなことにどんどん時間を使っていこうと思ってますけどね。そんな中で、7年8年続けていらっしゃるというフルート、ここまで長く続くと思っていらっしゃいましたか？あんまり思ってなかったですね、うんうん、なぜここまで続いてるんでしょう？そうなんです、居心地がいいからでしょうね、やっぱりね。ほう、居心地、うんうん、まあ来て楽しいですし、うんうん、そのサークル活動の良さ、楽しみっていうのはどういうところにありますか？うん、まあいろんな人がいるからね、そこはすごい刺激になりますよね。フルートに限らず、うんうん、みんなそれぞれやっぱ結構年齢を重ねてきたりしてるので、それなりにやっぱり人生いろいろと歩んできてるので、そういう話も聞けたりとか、うん、まあ、そういう意味では、会社定年退職されて一つ、外に出る場所っていうのがサークルになっているのかなと思います。あ、そうですね、もう多分そういうサークルしかなくなってますもんね。うん、うん、こうやって練習に来ることによって皆さんと関わることでどんな風に考えてますか？情報交換とかいうことで結構ね、私助かってるみたいなとこありますけどね。情報交換、うん、いろんなこと知りたいので私もね、うん、うん、いろいろやっぱり多彩の方が多いので、うん、書道もすごい上手い人もいますしね。うん、詩吟やったり太極拳もやったりとか、うん、そういう話聞けるとすごいなかなか面白いですよね。うん、でなんかこう学ぶの好きなので、うん、やっとこう自分の好きなことができるから、今までもう会社でね結構自分の時間を犠牲にしてたので、うん、藤原さん、さまざまなサークル活動、それから習い事等をされているということですが、このサークル、フルートの愛好会、新しくメンバーもじゃんじゃん募集しているということです。あ、そうですね、ぜひ中央区在住の方は特に来ていただきたいですね。非常に数が減ってますので、中央区在住の方はね、うん、在勤の方はいるんですけど、うん、すごいいい会なので楽しいですから、下手でも構わないので、私下手なので、うん、来てもらいたいと思ってます。大募集してますから。メンバー新しく集まるといいですね。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。それでは最後にお聞きください。ダッタン人の踊り。Thank you.
タビューにご協力いただきありがとうございました。いかがでしたか？区内ではたくさんのサークルや団体が活動しています。ぜひ皆さんも新しい趣味や気の合う仲間を作りに参加してみてはいかがでしょうか。